いこさん、メッセージありがとうございます。速稼塾の久保です。いこさんの動画ね、やっぱりいつもね素敵ですね。すっぴんでも全然怖がることないですよ。ちょっと本当にアイドルみたいで、私はとってもいいなと思って拝見しております。で、昨日の山根さんとのズームライブなんですけども、そのズームっていうのはね、なんか使い勝手の悪いところがありまして、私がね慣れてないだけかもしれませんけども、なんか一部の方にはログインできない状態で、もっともっとね視聴者数が増えるはずだったんですけども、大変ねご迷惑をしてもおかけして申し訳なかったなっていうのと、あとねアーカイブの動画上げた分では分からなくなってますけども、実は私十数分私の音声が出なくて手こずってるところもスタートしてからねあるんですよ。でも皆さん待っていただいて、合計でね6名の方でライブを展開することができまして、ご覧になった通りでございます。で、すごく YouTube っていうのはね、私みんな絶対やってよっていうふうに語りかけたいぐらい本当に必須だと思うんですよ。ビジネスをされてる方はもう当然ですけども、これから生きていることイコールテレビに出ることだと思うんですよ。テレビっていうのは言うまでもなく YouTube のことですよね。いっこさんのところではこうちゃんがね YouTube とかに出てくれて、いろいろと活躍してるところがあると思いますけども、そういうことなんですよね。なんかね自分の世界を表現していいんですよね。で、アンチっていうのはたまに来るんですけども、所詮アンチってね基本的に面白くなくってこうディスリコメント書きますから、面白くないところには居つけないんですよ。結局どっかまた別のところに行っちゃうんですよね。だから私の場合動画を毎日たくさん出してますから、アンチの方が一生懸命ね全部にコメント書こうと思ってもコメント書こうが間に合わないっていう感じでね、でも呆れて去っていくみたいな、そんな形になってます。でも結局長い目で見ると自分の発信してることに気が合う人だけが残ってくださるんで、適度な浄化作用が働くんですよね。で、山根さんもねやっぱこう悩まれた時期があったっていうふうに昨日もちょっとお話しされてましたし、いくこさんもおそらくそうでしょう。あやさちゃんもそうだと思いますし、花井龍馬さんとかね、その他の皆さんも何かしら発信すればケチをつけてくる人はいるんですよね。で、もちろんねケチをつけてくる人すらファンにするような、そういうようなタフな精神も必要っちゃえば必要なんですけども、でもそこまでね気合い入れなくても自分の好きなことをその時のね感覚で発信してれば、なんていうんですかね、いくこさんならいくこさんっていう人が好きじゃなかったら去っていくんですよ。それでいいと思うんですよね。で、私の場合は速稼塾のチャンネルっていうのはもういろんなジャンルをやってますよね。それこそ通販で買ってきたものをやったりとか、カップラーメン食べてるところをやったりとか、観光ガイドをやってみたりとかね、で、ビジネスのネタとかマインドセットとかやりますけども、私の放送っていうのは隠居 TV ですから、あと時間とお金がねある程度自由になったら何をするのかなってことをずっと表現してるんですよ。本当に時間の制約なく、である程度の金銭的な制約なく世の中を渡っていくと、本当にやりたいことってあんまりないなってことに気づいたりね。これなんでかっていうと、やりたいことがすぐできるからフラストレーションがすぐ消えるんですよ。でも、お勤めを私も知ってた時っていうのは今度の休みにこれしようって思うんですよね。で、休みになったら別の用事が入ってきてできないから、なかなかやろうと思ったことができないよねって形でずっとフラストレーションが溜まっていく、プラスまだやってない夢とかっていうのがね残っていくっていう、このねなんかこうくすぐったいような感覚なんですけどね。今だからね、求めればじゃあやってみようかってその日のうちにクリアしてしまうことが多いんで、どっちかっていうと後の楽しみっていうのは今ないですね。あるとしたら時間がかかるものですよね。例えば子供の成長とかね、今大和くんも11月11日で1歳になるんですよ。もうあとカウントダウンですよね。1週間ぐらいですから。私もね48になって1歳の子供を持つなんてのはね、随分出遅れた感がありますけども、でも私のその隠居っていうその立場でね、やっと隠居しないと私の場合はそういうふうな家族をね安心して養うことができなかったっていう、力量不足の ところがありまして、通常はね週に5日6日勤務して休日出勤しながら残業しながら家庭ってものを守っていくのが40代のお父さんってものなんだろうなと思うと、本当にね多くの方に頭が下がるような感じです。本当にそのね難しい時代、特に今年、これほどまでに皆さん頑張って生きている中で絶対報われてほしいなと思う、その一つが YouTube に絶対あると思うんですよ。やっぱね、他の方はどういうふうに暮らしているのか、どういうふうなことに対して希望やね不満を持っているのか、こういったものを YouTube の検索していくと、私はね視聴者数が
数十人とか100人とかっていう方をよく探して、そこにコンタクトを取ったりするんですよね。まあそうするとね、よく見えてくることがあって、でそれがね、逆に私の発信のネタになったりとかするんですよ。でちょっと今回のね動画、山根さんのライブとは離れちゃったんですけども、山根さんのライブに戻しますと、私は山根さんがねチャンネル登録1000人突破したのが本当に自分のことのように嬉しいんですよね。でこれから2000人3000人5000人と増やしていく中で、私はねこういうふうに2つのことを思ってます。1つはですね、1日も早くチャンネル登録1000を突破するためのカリキュラムを速稼塾内で私だからやんないといけないのかなっていうふうに改めて思ったんですよね。今までは個人指導ばかりだったんですけども、全体指導としてね、YouTube のチャンネルを持った方はまず100人目指して、それを300にして500にして1000にする、そして私のチャンネルをねどんどん活用していただいて、こんな方がいます、あんな方がいます、だからお互いにチャンネル登録をしてくださいねっていうふうにね、これ露骨に呼びかけたらダメなんですよ、 YouTube の規約上。お互いにチャンネルの登録を呼びかける行為はちょっとね不正っていうことになりますけども、こんな方がいますんで気に入ったらチャンネル登録お願いしますねっていうのを、もう毎日のようにいろんな方を紹介するのは構わないかと思いますんでね、できれば毎日のようにいくこさんを紹介したり、山根さんを紹介したり、あやさちゃんを紹介したりしたいなと思いますんで、この YouTube っていうね、 YouTube 部っていうとちょっと言いにくいんで、もう YouTube って言いますけども、 YouTube っていうコーナーをね毎日のように新しい動画で埋め尽くしたいなと思っております。ですので、これからもね遠慮なく送ってくださいね。その他いろいろあるな。いや本当にありがとうございました。私もこれからね、もう一個、YouTube のね、企業案件で即収益化ってやつをね、私ルート作りましたんで、多分もうこれ大丈夫だと思いますから、いくこさんもね、動画の中で例えば調味料を紹介するっていう動画を作るんですよ。もうこれ露骨に紹介でいいですから、今日は広告です、企業案件です、どこどこに提供いただきましたこれとかね、やっていただいて、でその商品を紹介して、売れなくても再生数に応じてかける3円とかかける5円みたいなのね、やれればいいかなと思っております。なんとかねそういうのをやってくださる企業さんをね探して、まあ私チャンネル登録が1万3000人今日昨日で行きましたんで、多分企業案件ね今までも来てたんですけども、こちらから持ちかけてもいくらかくれると思うんですよ。まあですんで、私じゃないけども他の人に紹介していいですかみたいなのね取っていければこうしたことはないかなと。もちろんね、その企業案件で商品紹介するのに抵抗がなかったらやってください。ただやっぱりね、YouTube で商品紹介して再生回数に応じて企業からね、月間で何千円とか何万円とかもらえたら、それはそれでね、なんか自分の YouTube チャンネル登録1000人いかなくてももらえるんだ、やったすごいなっていう風なね、一つの YouTube をやっていく動機になると思いますんで、あらゆる角度から私はね YouTube を楽しんでいただくように、人生の中に YouTube があるように、皆さんとね一緒に歩んでいければなと思っております。はい、じゃあ全部まとめるとね、 YouTube を楽しんでいくための YouTube 部YouTube って言いますけどね、速稼塾 YouTube、 皆さんの人生をねより輝かせるため、そしてね YouTube っていうのは財産になります。お子さんに残す自分の記録、世の中に残す自分の記録、私は自分が死んだ後も YouTube が多くの方にいろんなことを語りかけてくれるんではないかなと思ってね、本当にワクワクしながら毎日動画を作ってます。この動画も残るかと思うんですよ。長くなりましたけどもね、以上でございます。また連絡ください。では。